どうもナオチンです。本日も戦国無双5やっていきます。チャンネル登録高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。さあ今日は使える技能トップ5やっていきたいと思います。コメントでどの技能が使えますかと、そういう質問が結構来てます。かなり検証しました。検証に検証を重ねまして、1位から5位まで出ております。そして今日は番外編、これもやっていきたいと思います。それでは続けていきましょう。それでは使える技能トップ5やっていきましょう。第5位から5位は2つあります。まず1つ目、無双増加です。これ実質3倍溜まります。何もない時の3倍無双ゲージが溜まっていくんだけども、まあ無双自体がそんなに強くないんだよな。ダメージソースとしてはあまり使っていけないので、まあ5位かなというところです。もう少し無双のダメージが上がれば、もうちょっと上でもいいんだけども、今は基本的には緊急回避とかそういう感じで俺は使ってるので、まあ、そこまで優先順位は高くないかなと、思ってます。ただ、馬に乗って攻撃する、まあ、馬ビルドをやってる人は、まあ、必須のスキルではないでしょうか。まあ、とりあえず第5位の1つ目、無双増加です。続いて同じく第5位、破天です。この破天もね、使うキャラ使わないキャラがいると思います。まあ、特に、つけてほしいキャラクターはなぎなただね。空中コンボを入れていくやつには、まあ入れておいた方が、ダメージは上がるけども、まあ優先順位は低めです。まあなぜかっていうと、ダメージの増加量が 1.34 倍、 1.3 か 1.4、 それぐらいしか増加しなかったので、まああまり、優先順位は高くないということで第5位ですね。破天です。続いて使える技能トップ5第4位、第4位も2つあります。まず1つ目がレックだね。ガードを無視してダメージを与えれるんだけども、ダメージ自体は増えません。なので俺はあんまりこれが必要かなと思ったのはないかな。まあ確かに地獄とかになると結構ガードしてくるけども、まあつけなくても全然大丈夫だったので、俺の中の優先順位は低めです。まあガードされてすごくストレスだなっていう人は入れておいてもいいと思います。ただ神速攻撃もガードできなくなればよかったんだけどね。神速はしっかりガードされるんだよな。第4位、レックです。続いて同じく4位、武曲です。戦技の攻撃力が上昇します。上昇率は2倍ちょっとかな、 2.1 とか 2.2 倍それぐらいダメージが上がります。でもね、戦技は人によってね、強いやつ弱いやつっていうのがあるんで、まあ優先順位としてはそこまで高くないかな。これを入れるよりは、コンスタントにダメージが取れるやつを入れるべきだと、思いますので、一応4位ということにしておいてください。4位2つ目武曲です。それではどんどん行きましょう。第3位、第3位は4つあります。すいません、4つ第3位あります。まず1つ目、勇猛です。敵武将に与えるダメージが増加します。増加率がだいたい 1.5 倍ぐらいです。ダメージが 1.5 倍ぐらい増えます。まあ、雑魚にも、ダメージが増えればよかったけども、まあまあそれじゃちょっと攻撃と被っちゃうよね。まあ 1.5 倍で敵武将後々すごく強くなるんで、まあこれは優先的に入れてもいい一つかと思います。第3位、1つ目、勇猛です。
続いて第3位、二つ目、混合です。敵を気絶させて追加ダメージを与えるってありますけども、そんなに気絶はさせない気がする。ただただ追加ダメージがある、スキルだと思ってます。これの上がり幅なんだけども、混合はだいたい 1.7、8倍。結構高いですね。1.7、8倍、ダメージが増えます。これ雑魚にも、ボスにも、どっちにも増えるので、この混合はなかなか使い勝手がいいと思います。ただ気絶っていうのは、おまけぐらいに思っておくといいと思います。3位2つ目、混合です。3位3つ目、グレンです。まあシリーズ前で、このグレンっていうのは毎回強いんだけども、今回も結構強いです。かなり強い。特にね、後になってくるごと強くなる気がする。最初の方はね、まあ他の、先行とかそこら辺と変わりないかなと思うんだけども、まあ地獄の一番最後の方とかになると、このグレンでゴリゴリ削ってくれるので、かなり使い勝手がいいです。まあ3位の中でも、まあ一番優先順位は高いかな。だと思います。第3位、3つ目、グレンです。第3位、最後の一つ、閃光です。周囲に放電して、広範囲の敵にダメージを与える。ダメージ自体は、そこまでないです。そこまでない。でも、雑魚には十分なダメージなので、使えます。まあ、雑魚を攻撃して、それでね、ボスにカス当たりするぐらいじゃ、あんまり意味ないけども、ボスを攻撃して、周りにね、こう放っていく。もしくは、敵が、雑魚がわらわらっているところで、これで攻撃していくと、気持ちいいぐらい、周りに広がっていくので、俺は結構、好きですね。第3位、最後の一つ、閃光です。では、第2位行きましょう。第2位も4つあります。すみません。4つあるんですよ、第2位。まず、1つ目。間接攻撃です。これなんだけども、まあ、やや銃だね。この2つ。遠距離系にこれをつけておくといいです。まあ、限定的っていうことで、第2位の一番下ぐらいかなっていうふうに思います。まあ、上がり幅としては、2倍はないかなぐらいですね。なんかちょっと微妙なラインなのよね。1.8 か 1.9 ぐらい。それぐらいダメージが上がるので、まあ、やや10。これを装備してるのであれば、積極的に入れていいスキルとなっております。第2位、間接攻撃。第2位、2つ目、どんどんいきますよ。攻撃速度です。まあ、これがないと、全然俺としてはぬるく感じるので、速度は絶対いる。絶対必要。特にハンマーとか使うときには、これついてないと、なんかやってられない感があるので、絶対入れましょう。第2位、2つ目、攻撃速度です。第2位、3つ目、攻撃範囲。攻撃範囲も、まあ、必ずと言っていいほど入れてください。これは絶対使える。ただ、どうもね、護符には、あまり意味がないっていう風な記事を見たんで、もしかすると、護符には入れなくていいのかもしれない。でも、ほとんどのキャラクターは、もうこれ間違いなく入れた方がいいです。第2位、攻撃範囲です。第2位、4つ目。もう、これは1位でもいいかなと思ってます。攻撃です。攻撃。これはね、ダメージが倍になるので、誰でも入れてください。もう全員、もう攻撃レベル9は全員に入れてください。間違いないです。はい、それではここから番外編です。今作で馬での無双がめちゃくちゃ強いってことは少し聞いたことはあるでしょ。めちゃくちゃ強いのよ。馬に乗ってるだけで全然いけるので、まあ、馬のビルドをやりたいのであれば、この2つですね。騎進。そして、気候。この二つは必ず入れてください。あとは、まあ、今回発表する1位から3位、それを入れていけば問題ないです。馬に乗るのであれば、騎進、そして気候。この二つ入れちゃいましょう。
それでは全ての技能の中で一番つけてほしい間違いないスキル、これです。シュラーです。これは間違いない。説明文が若干悪いんだよね。一定確率で敵兵を一撃で倒す武将以外ってなってて、ダメージが上がるって一言も書いてないのよ。なのでダメージは上がんないのかーって思ってたら、なんのそのめちゃめちゃ上がります。実際、動画にも出したんだけども、何も装備してない状態の4倍のダメージを叩き出すことができます。なのでシュラ、これはもう間違いなく全員にもう攻撃とセットでつけちゃいましょう。はい、ということで今日はおすすめ技能トップ5やってみました。これ個人的な意見が入ってるかと思います。ご了承ください。ではまたやっていきますので、チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。